激闘乱舞編。まず12人の選手が編み出した数々の技をダイジェスト風にお送りしよう。龍、真の格闘家を目指し修行を続ける風来坊だ。恐れを知らずに暴走を続けるパワーアスリート。チュンリ、彼女のしなやかな舞には誰もが惑わされる。
ガイル。無駄のない肉体と鋭い技を併せ持つ音速の戦士。ダルシム、ついにテレポートまで。彼の行き着く先はどこだ。ブランカ、驚異の野生パワーが今牙を剥く。
エドモンド・ホンダ。豪快さで敵を圧倒する、掟破りの相撲ファイターだ。ザンギエフ、敵の猛攻に耐え一発逆転を狙うパワフルレスラー。
バイソン。彼の猛ラッシュは瞬く間に敵を沈める。バルログ、戦いを美しく演出するファイティングアーティスト。サガット、孤高の戦士は今日も真実を求めて戦う。
ベガ。魔性のオーラを身にまとう地獄からの死者参上。奥義伝授の書。上り蹴りからの竜巻旋風脚。その入力タイミングを得得すべし。同時押しアッパー。そして波動拳、迅速に入力すべし。流拳アッパー、そして昇竜拳。この技も同時押しに奥義あり。ジャンプ大パンチを押すと同時に、ショーキックも連打せよ。レバーの動きとアッパーの入力タイミングを見逃すべからず。同時押しアッパーの入力タイミングを得得すべし。中キックからのヨガファイヤーを得得すべし。中パンチを入力するときのレバーの動きに留意すべし。めくりプレスを当てる高さと百裂張り手にホンダの神髄あり。ショーパンチからのスクリューを得得すべし。
連続ダッシュアッパーで敵にとどめを刺すべし。最後の同時押し攻撃、華麗に決めるべし。ファイブ。ショーキックからのタイガークラッシュを得得すべし。ショーパンチからのダブルニープレス、めくりを当てる高さに極意あり。最強キャラ決定戦、最強のストリートファイターは誰か。今回はターボカラーとノーマルカラーの総勢24名が第2回サイトロン杯の争奪を行います。実況は私、小安武人、そして解説は本大会にも参加したプロデューサーの戸田誠二さんです。戸田さん、よろしくお願いします。お願いします。ところで戸田さんは誰を使って参戦したんですか？内緒だす。そうです。まずはターボカラーブロックの戦いから、ガイル対エドモンとホンダです。おっと、ガイル喋ってる暇もなく食らい投げ、そこから巧みに攻めています。おっと、今度はホンダの100率相手ですね。両者強いですね、やっぱりマジでやってる感じです。同等な攻めっていうところですか？そうですね。おっと、最後は相打ちでしたが、優勝候補のガイルに軍配が上がりました。次はバイソンとダルシムの登場です。パワー対技の戦いですね。そうですね。ダルシムヨガスルーで間合いを取ります。なかなか両者いい動きですね。スムドリから中足キャンセルヨガファイヤーだ。相打ちだ。おっと、今度はバイソンダッシュストレート、ヨガファイヤー。素早いな。ヨガフレイムを出して、おお、最後だけ大フレームですね。そうですね、最後だけ大フレームを使ったために前を取れなくなってしまったんですね。そしてダイナミックな2人、サガットとザンギエフです。アッパーカーかスクリューですね。サガットタイガーアッパーカットを出しましたね。サガットタイガーショットの連打。さあ、今度はザンギエフの猛攻だ。一方的に攻めている。サガット食らい投げで前を取ります。アッパーカーアッパーカー、アッパーカット、タイガーアッパーカット空振り。そして出たスクリューパイルドライバー、ザンゲーフの勝利です。これが出ると終わっちゃいますね。はい、次はベガとチュンリーです。チュンリー好きなんでしょ？はい、好きです。チュンリー頑張ってほしいですね。チュンリーでやってるんですか？チュンリー燃えちゃいましたね。もう頑張ってほしいですよ。投げから炸裂結構出して、あ、うまいな。踏みつけて、このチュンリーってうまいんですよ。あ、本当にそうですか？すごいうまいですよ、このチュンリーは。最後クラッシュアタック、チュンリー一方的にやられてますね。いや、そんなこと、結構互角で、あ、ピヨッタ、ピヨッタ燃えてしまいました。終わり、さようなら。もや。さあ、次はバイソンとケンです。あ、いきなりやられてる。昇竜拳を脱出、ヘッドボーマーですけど。そうですね、そして脱出ストレート。あ、うまい。うわ、ピヨってる暇もないってやつですね。さすが前回で優勝したやつで勢いありますね。そして因縁の対決、竜対サガットです。うん、巧妙な竜、歯を秘めたサガット、波動拳を決めて、タイガーショット、そしてタイガーショットを打ちつつ波動拳をかわして、あ、ピヨったところ、パーカットですか？アッパーカー、アッパカーって感じですね。波動拳の連発、そしてタイガーアッパーと波動拳を打ちつつ、あと竜巻旋風脚をかわした。最後アッパカーですね、やっぱりね。パーカットですね。サガットの勝利です。これ決めると下がった気持ちいいですね。そしてバキューム男、ザンギフと野生児ブランカですね。よく、どっちが勝つか分かりませんが、スクリューパイロドライバー、なんかピンチかもしれない。まあ、よく取って、間合いの勝負みたいなとこありますね、この2人だと。そうですね、おっと、最後はローリングアタックですか？ローリングアタックうまいですね。勝負決まっちゃいましたね。はい、
そして闇の帝王とチュンリーですね。チュンリーですね。応援しててくださいよ。はい。じゃあここは実況任せます。そうですか。はい。頑張れ。チュンリー頑張れ。もうやっつけちゃえ。もう実況できません。ガンガン。やれー。いいぞー。あ、いきなり投げられて終わっちゃいましたね。あ、チュンリー二人ともいなくなっちゃった。悲しいかもしれない。さあこの2回戦もダイジェストでお送りしましょう。はい、2回戦です。そうそう、トラさんの試合はまだですか。いやいや、2回戦ですよこれは。聞けよ。まずはターボカラーブロックからです。はい、竜と匠の技でホンダに勝ったガイル。さあどういう試合を見せてくれるのでしょうか。竜の竜巻旋風脚だ。しかしガイルサマーソルトで迎撃。うーん、技と技。あーっと高いだな。プレッシャーかけてますね。ねえ、竜の波動拳が飛び込んだらまずい。飛び込んでしまった。おっと、最後は昇竜拳で迎撃されてしまいましたね。暴れん坊拳と頭脳プレイでバイソンを下したダルシムです。なんでこんな早いんだろうこのダルシムは。空中竜巻旋風脚で回り込む拳、じわじわとダルシムの体力を削ります。昇竜拳空振り。あっ、あっけな、あっけなく終わってしまいました。あっけなさが真剣勝負という感じですね。そしてサガットをスクリューで決めたザンギエフとシード選手のバルログです。パワーとスピード、さてどっちが勝つか。あれ、もういきなり爪が折れてる。ええー、なんだ、なんか一方的な試合でしたね。ただの速い人ですね、爪が、嫌われますね。はい、さあ次はブランカ対ベガ。ひょっとしてこれトラさんがやってるんじゃないですか。あ、ブランカめちゃめちゃにされてます。あれ、トラさんどこ行くんですか。神奈川県。ああ、トラさんピヨっちゃった。まあ、いや、これから私一人でやります。ここからはノーマルカラーブロックの戦いです。まずは空飛ぶスモートル、エドモンド・ホンダと剣を圧倒したバイソンです。お互いパワーヒッター同士ということで凄まじい戦いになっています。さあどんな試合を見せてくれるのでしょう。一人だと楽しいと言ってる間にゴッツァンチョップで終わり。ゆぴよ、あ、帰ってきましたね。おかえりなさい。復活です。そしてダルシム対サガット。サガット、そうです、ダルシム有利ですけど ね、アッパーカーがありますからね。アッパーカー、アッパーカー。やっぱアッパーカットっていうのは強烈なものありますか。いいですね、サガットのアッパーカットヒットしましたね。インド人とタイ人ですからね。あー、なるほど。辛いもん、おーっと、凄まじい投げ。辛いもん食べてますからね、火ぐらい平気ですよ。燃えてる。アッパーカットがなんか空を切ってますね。アイガー、アイガー、あれアイガー大将って言うんですよ。なんですかそのアイガー大将って。アイガー、アイガー大将するんですよ。わ、分かる人は分かるんですか。そうなんです。あーと言ってる間にもう、いや、タイガーアッパーカット。あたい、タイガーアッパーカット。アッパーカーですね。もうこれがやっぱりないと、やっぱり下がった。そして優勝候補の一人であるガイルと野生児ブランカの対決です。はい、ガイル、サマソト、サマソトね、ローリング、どっちが勝つかっていうのはですね。そうですね、もう両方当たるも発揮、当たらぬも発揮という勢いで飛び込みますからね。今のは金ちゃんキックと呼ばれるんですね。それですね。そして、はい、闇の帝王ベガと仮面の貴公子バルログ。はい、おー、投げた。バルログレインボースープレックスからの猛攻、ベガは隙を伺っています。さっきチュンリーやっつけたやつですね。ゲッ、ベガは、ベガ負けろ。ベガ負けろ。戸田さん、戸田さんは何が好きなんですか。でも、え、そうですか、そうですね、もうチュンリーですね。はい、あ、もうバルログに勝ってもらいたいですね。そうですね、爪のあるうちは強いですよ。あー、なるほどね。あ、でも投げられちゃった。ああ、いかんいかんいかん。今デッドリーするってやつね。そうですね、おっと、最後は最高クラッシャーアタック。爪を割られてどうすることもできなかった。さあ2回戦が終わり、ベスト8が出揃いました。どれもすごい緊迫感あふれる試合ですね。そうですね。さてここからの対決はノーカットでお見せできます。当然修正はないですね。もちろんです。そうですか。まずはターボカラーのブロックです。同門対決、剣と竜の戦いから。お互い全力を尽くすでしょう。これはライバルですからね。まあ似た者同士と言った方がいいですか。似た者、うるさいですよね両方ね。昇竜拳と波動拳、剣の波動拳がヒット、すかさず竜の波動拳もヒット。フェイント交えてうまく打ってるな。剣の昇竜拳ヒットですね。そうですね、はい、うまいな。お、竜の竜巻旋風脚の使い方うまいですね。うまいですね。波動拳、波動拳の連発。
っとまたまた剣の昇竜拳がヒット。お互い一歩も譲らず、残り時間もなくなってきました。すごい、すごい。さあどうするか。すごいなあ、すごいぞ。隙がない。おっと、おうわ、波動拳決まらず。いや、無敵になれませんでしたね。ちょっと、ええ、もう時間がありません。さあどうするか。おっと、ドローですね。素晴らしい、素晴らしい。いや、これ拍手を送りたいですよ。珍しいですね、ここまでしてドローっていうのは、いきなりドローゲームと驚きました。はい、ラウンド2です。はい、スト2です。はい、よかったね。二人とも様子を伺ってるってところですか。そうですね、これは。あ、まずいぞ。おっと、まずい、まずい。ああ、剣は 三段攻撃。三段攻撃決まった。龍がピョった。ああ、また三段。もう一度三段攻撃、剣の勝利。あっという間の出来事。強いな。もう後のない龍がどう戦うか。う、ね、最近あの三段私も練習してんですけどね。あ、そうですか。なかなか難しいもん。できません、まだ。ああ、そうですか。そうです。今度僕に教えてください。はい。はい。とか言ってるうちに、波動拳、あっと、波動拳が、なかなか決まらない。竜巻旋風脚、ね、すごいですね、これは。あ、さらに波動拳。いや、本当にすごいなあ。レベルの高い試合ですね。そうですね。おお、波動拳、波動拳の連発。もうどこまで波動拳を出すか。さあ、どっちが決まるのか、この波動拳。あ、飛び込んだ。あ、飛び込んだ。飛び込み返し。おお、昇竜拳決まった。このラウンド初めて昇竜拳がヒット。おー、最後は、ね、あー、最後は背負い投げ。意表ついた投げですね、あれはね。はい、次のラウンドに持ち越されました。そうですね、あとは精神的な戦いですね。そうです。う、ね、さあ、泣いても笑ってもこのラウンドが最後。手に汗握るって感じですね。そうですね、スト2史上に残る名勝負ですか。波動拳打ち合ってますよ、この竜。波動拳に竜巻旋風脚を合わせるのがうまいですね。うん、そうですね、迂闊に飛び道具やると大変な目に遭いますね。ええ、波動拳の応酬ね。また強キックが決まってる。めくった、めくった。おっ、剣の壊しから同時アッパーで龍がピョりました。三段いくか、いけない。あーっと失敗。あ、悲しい、悲しい、悲しい。剣ちょっと本来ならあれで決まる終わりですけどね。ちょっと今信じられないミスってやつか。そうですよ。あー、でも盛り返したが、あー、壊しが決まらなかった。最後は龍の竜巻旋風脚。龍からくも勝利を手に入れ、ベスト4進出です。あいつは今夜眠れないぞ、悔しくて。ターボカラーブロック、最後の対決はベガ対ザンギエフです。ベガの隙をついてうまくスクリューに持ってけばザンギ有利ですね。そうですね、ザンギエフスクリューか。あーっと、まだいかない、いかないな。あ、次あたりいきそうだな、これ。あ、とりあえずダブルライアットで、この後か。おっと、出た、前回の砲塔スクリューパイルドライバーだ。回せ回せ。しかしベガも負けじとホバーキックで反撃開始。さらにサイコクラッシャーで大ダメージを与えます。おお、これもダブルアリアット。ザンゲフのスクリューパイルドライバー狙っていますね。さあどう出るか。一回回せば勝ちですからね、もう。ザンギは。あ、来たか。これか。おいか。あー、ちょっと逃げられた。おっと、食らってしまいましたね、いいもの。ここはガードして、パイルドライバー決め。このあと、行ったか。行きました。最後はスクリューパイルドライバー。さすがだな。完璧です。ベガ、このラウンドは落とせませんよ。そうですね。後のないベガに注目して見てみましょう。ダブルアリアットの使い方うまいですね、こいつ。そうですね、うん、おっと、サイコクラッシュアタック、一発決めといて、もう一発いった。これは燃やした。おっ、またそうだ、スクリューパイルドライバー、これは痛いぞ。回せ回せ、ベガ反撃。回せ回せ、おまた捕まった、来た、スクリューパイルドライバー。回せ回せ、完全ガード。おー、ガードしてる。おっ、ベガまたもや、捕まって。おっ、ここで一回やっといて。あ、ダメだったな。おっと、最後は回してくれよ、回してくれよ。よし、出ました、このスクリューパイルドライバー、ね、期待通りな勝ち方をしてくれて嬉しいですね。はい、ベスト4進出です。ノーマルカラーブロックの戦いに移りました。相撲界の問題児エドモンド・ホンダと孤高の戦士サガットです。孤高はどこ、どこさあ、ホンダが飛び道具をどう回避するか、そして強キックをどう使うかがポイントですね。そうですね、ホンダも素早いですね、結構ね、素早いし、太ってる割にはね、グランドタイガーショットをスーパー続きで回避。やっぱか、レッツ。ホンダ、くらい投げからの百裂相手だ。決まった、このラウンドはホンダの勝利です。投げうまい、うまい。
さすがパワーヒッター同士、展開が早いです。そうですね、一瞬の隙がもう勝敗を分けますね。さらっとタイガークラッシュからタイガーパカと、パカそしてチョップを混ぜながら牽制してますね。牽制ですね。親の総取りパンチ、また出ました親の総取り。おっと本田の猛攻か、また親の総取り、やったゴーグランド対応しちゃった。おーっとスーパー続きで合わせて最後は投げた、最後はピヨピヨのところを俵投げ。ベスト4進出はエドモンド本田です。ベスト4進出をかけた最後の戦い、ベガ対ブランカです。ブランカ頑張れ頑張れ、ブランカ頑張れ。戸田さんが力が入っています。どうやら自分のブランカがベガに負けたのが相当悔しかったようです。弔い合戦ですからね。さて戦いの方ですが、ブランカが優勢に攻めています。そうですね、これは勝てるかもしれませんね。そうですね、しかし気は抜いてはいけません。そうですね、ベガですからね、侮れません。おーっと優勢的にブランカが攻めている。もしここまで来ればそろそろ体力の限界か。ベガあと 2,3 回ぶつかっちゃえ。ローリングだローリングだ。ベガのサイコクラッシャーの連続、よし、あっおっと決まった、いかん、まずい、もう後がない。ベガ必死です。あのキューパン決まった、サイコの嵐、サイコサイコ、おまずいぞ、おっとまたもやサイコ、いかおっとサイコ投げだ。このラウンド苦戦しつつもベガが手に入れました。ふわふわ、侮れませんね、侮れませんね。ベガは強いですよね。次は決めてくれよ。よし、さあブランカ今回はどういくかが注目されるところです。大丈夫でしょう。ベガはチャンスを伺っているようですね。野生児のローリングアタックが決まっていて、そしてよし、カメカメ、おっとワイルドファングですか今のは。そうですね、ベガピンチ、またもや後がない。ナイス、あさあどうするか、サイコクラッシュアタックが、よし、あーローリングアタックです。ローリングストーンズですね。最後はそれはいいとしてローリングアタックがヒットですよ、はい、そうです、さすがにここまで勝ち残ってきた選手たちです。はい、最後まで勝敗は分かりません。おっとローリングアタックダメージを与え、さらにブランカの猛攻、ビリ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 攻撃ですか。そうです、ビリビリ攻撃です。電撃とも言いますね。ああなるほど、おうまいな、あこのブランカローリングアタックからのバーチカルローリングを対応しますね。そうですね、あのフェイントを絡めていい攻撃ですね。はい、お互い一歩も譲らないっていうところです。牽制しちゃってますね。牽制。さあベガがどう出るか。おっと。ベガの猛攻か。サイコ。サイコクラッシュアタック。サイコだ。ここからベガの猛攻が始まるのか。あまずい。サイコ攻めだ。ベガがサイコクラッシャーの嵐。嵐。嵐。おっしゃ。よし。最後はローリングアタックですね。よし。ブランカ。ベスト4進出です。戸田さん、決勝に進出するのはズバリ誰でしょう。ピヨピヨひよこです。嘘です。何ですかそれは。はい、どうですか、誰だと思いますか。僕はチュンリーだと思います。いません、いません。あ、そうですか。準決勝です。はい、わかりました。まずはターボカラーブロックの代表決定戦です。リュウ対ザンゲル。そうですね、リュウは得意の竜巻扇風機が使えませんからね。竜巻扇風機役でしょ。あ、そうですか。あとはダブルアリアットですね。あ、それはダブルアリアットですね。そうですね、はい、大丈夫ですよ、はい、さあどういう展開を見せていくのか。ダブルアリアットですね。おっとリュウ空中竜巻だ。しかしショーパンチで落とされました。すごいですね、空中竜巻扇風機ですからね。長いですね、空中竜巻扇風機です。そうですね、はいはい、涼しいですね。はい、ブンブンと飛び回ってます。両方ブンブン飛び回ってますね。そうですね。よく見るとこれもう2人とも扇風機状態ですね。さあブンブンと、あお竜竜巻だ。しかしこれもまたハイパーダブルレートとされた。ピンチだ竜、あピンチだ竜、ピヨッタースクリューかといかない、三段攻撃だった。ザンゲフ竜を沈めました。一本目はザンゲフの勝利です。ザンゲフはスクリューパイルドライバーをかけませんでしたね。これはわざとスクリューを使わずに勝って、あいつ精神的にプレッシャーを与えたのかもしれませんね。なるほど、あのザンギエフならやりかねないですね。そうですね、精神的な戦いですからね。ねえ、技も力も結構五分と五分ですからね。なるほど、リュウ今回は冷静かつ押し気味に戦っています。ですね、かなり冷静にやってますね。ザンギエフはまたスクリューを狙っているんですね。狙ってるけど近づけませんね今回は。全然、おっと波動拳を食らったザンギエフ、寄りました。リュウは冷静に三段を決める。これで勝敗は分からなくなりました。知的ですね。はい、さすがテクニックの竜。いや、しかし一本取ったからといって回しますからね。回した、おっと戸田さんの言った通りだ。まずいぞ竜、もうこれが来ると止まらない。ザンギフの猛攻、またスクリューパイルドライバーだ。竜ピンチ、やっちゃえ
ちゃいちゃい、マシャイ。おっと、またまたスクリューパイルドライバーだ。恐るべしザンギエフ、ラウンド3をパーフェクト勝ち、決勝に進出しました。ノーマルカラーブロック代表の座をかけて戦うのはエドモンド、ホンダとブランカです。なんとこのホンダまだ1ラウンドも落としてないんですね。あ、そうですか。すごいですよ。これは見ものですね。圧倒的に強いって感じですね、このホンダ。さあ、お互い一発当てては一発食らうといった状況です。まあ、こういう状況だとホンダの方がいいですね。そうですね、パワーがある、パワーがありますからね。さあ、ホンダが押してるか。ブランカも頑張る、ブランカも頑張る。ブランカ、ワイルドファンからのめくりローリング電撃。うまいの、一気に攻める。うまいぜ、うまいぜ。さあ、どう出るか。すごい、スーパー続きを蹴落としました。ブランカの戦勝です。しかしこれで本気だ、ホンダついに1ラウンド落としました。そうですね、でもこれで本気出しますよ、次はもう、ね、え、さあ注目です。さあ、ホンダがどう出るか。おっと、端に追いやって、百裂いて、おっと、俵投げ、百裂いて、あ、やめんか、ひよったところ、俵投げ。もう、なんだかわかんないけど、すごいパワーですね、ホンダ。マシンのようなやつですね、あいつは。すごすぎます、圧倒的です。私、こんなに手に汗握る戦いを見たの初めてですよ。はい、私もです。皆さんにこの手をお見せしたい。そうですね、汗で大変ですね、汗びちょびちょ。そうです。さあ、もう一踏ん張りしてほしいところですが、どうでしょう。あ、何、おーっと、来た、また投げからも100されて、おや、今回いきませんね。牽制しましたね、ちょっと。スーパー100巻落とし攻撃、そしてまた100されてだ、再びスーパー100巻落としから100されて決まった。ーノーマルカラーブロック代表はエドモンド・ホンダです。すごい、圧倒的な強さです。戸田さん、いよいよ決勝戦ですね。はい、前回のサイトロン範囲以上に緊張感あふれ、高度なテクニックが炸裂していますね。さて、決勝戦どちらが勝つと思いますか。ザンギとホンダですからね、頑張ってください。ラウンド1、はい。さあ、お互いに間合いを取って様子を見ています。はい、回せばザンギ、回せばザンギ、投げればホンダ、投げればホンダ、ドスコイパワー、ドスコイパワーでホンダが押す。正確無比なごっつぁんチョップ。おっと、俵投げ、百裂張り手だ。それを投げで回避、スクリューに行くのか、頭突きで返した。ホンダ百裂張り手でザンギフの体力を削ります。ザンギフチャンス、すごいぜ、すごいぜ。ホンダがスーパー続きで回避、すごい攻防だ。やるやる。さあ、攻めろ、最後の戦いだ。おっと、最後は相打ちでダブルノックアウト。決勝戦最初のラウンドから熱く熱く燃え上がっています。熱いぜ。いきなりのダブル KO でしたね。やっぱり決勝戦ですからね、どっちが勝ってもおかしくありません。ザンギエフ、端に追い込まれたぞ。危ない、危ない、このホンダは怖いよ。相手を取って、ホンダことごとくザンギエフの技を返します。そして得意の百裂ありて、しかしザンギ、これをスクリューパイルドライバーに持ってった。これで勝負の行方はわからない。百裂回すか、このザンギは、すげえな。ああ、ホンダごっつぁんチョップからのダイヤシだ。再びザンギピンチ。最後は相打ちでしたが、軍配はエドモンド、ホンダに上がりました。強い。おっと、いきなりのスーパー100巻落としだ。さらに百裂ありて、体力を削る。今度は倒らないから百裂ありて、アドバライズザンギフ。おっと、スーパー続きだ、ザンギフ危ない。おお、ザンギフのストマック黒だ。しかしすぐにホンダ倒らなげ。さあ、何の技で決めるか。ホンダ、ホンダの上り蹴りが決まった。第2回サイトロン杯優勝はエドモンド・ホンダです。ホンダか。戸田さん、はい、エドモンド・ホンダが優勝しましたが、はい、今大会の感想を一言。そうですね、ホンダが勝つのは F1 だけにしてほしいもんですね。なるほど、はい、ということで第2回サイトロン杯争奪戦、ホンダの勝利で幕を閉じました。それでは皆さん、ごきげんよう。日本チャチャチャ、日本人は強いですね。